はい、皆さんこんにちは。合格サプリ編集部東京大学教養学部4年の豊本慶太郎です。今回紹介するのはですね、暗記六法ということで、まあね、日本の法律にはね、六法ってものがあるの皆さんご存知だと思うんですが、実は暗記にも六法があるんですよ。で、この中で皆さんね、これから紹介する内容を使ってるものもあったり、使ってないものもあるかもしれないんですが、それ全部使うことでね、もう確実にね、絶対にね、もう来世まで覚えるぐらいのレベルで覚えることができるので、ぜひ参考にしてみてください。暗記六法、一つ目、頭字法なんですけれども、その名の通り、頭文字を取る方法なんですが、まあ皆さんいろいろやってると思いますよ。例えば、まあ、僕が使っていたものは、アメリカだってこの辺に、五大湖ってあるじゃないですか。五大湖を、ホームズって覚えたんですよ。HOMES、ホームズって覚えたら、中身をね、しっかり覚えてなくても5個あるホームズって思い出せるんですよ。例えばホームだから H だからヒューロンだなとか、O だからオンタリオだなとかね、MMM ミシガンね、 EEE エリーね、 SS スペリオルみたいな感じで、しっかり頭の中で覚えてるわけじゃなくても、頭文字を取ることで目次のようにね、自分で思い出す手立てができるので、すごく便利です。二つ目の方法なんですが、これがね、関連法って言うんですよ。覚える時って関連性もない無機質なものってたくさんあるように感じると思うんですよね。例えば僕が使っていたもので言うと、世界史の中でなんか万物の根源シリーズってあったの皆さん覚えてますか？万物の根源は何々だって言った人がたくさんいるんですが、その中の一人にタレスって人がいて、万物の根源は水だって言ったんですよ。タレス、水、お、みたいな。特に名前と水関係ないんですけど、水をタレスみたいな感じで、お、タレス、水、タレス、水、お、水をタレス人みたいな感じで、万物の根源は水、タレスってね、もう受験終わって4年ぐらい経つ僕でもまだ覚えているみたいな感じで、こう関係ないもの同士でも自分で関連付けることによって暗記を助ける方法もとても有効なので試してみてください。で、3つ目の方法、語呂合わせ法なんですけれども、語呂合わせ、いろんな語呂合わせがありますよね。例えば科学の中だったら、まあ炎色反応とかの中でリアカーなき軽ムラとかがあったり、あとはあのルート、平方根とかでルートには人よ人よに人見ごろとかね、なんか人並みにおごれやとかね、そういう風に何かを覚えるために語呂合わせってやると思うんですが、そういったものもとても便利です。語呂合わせでは良くないっていう人もいるんですが、僕は単純に覚える上だったら全然語呂合わせどんどん使っていいと思うので、特にね、理科とか、まあ、歴史の問題とか、あと古文に関するものとかは語呂合わせたくさん使って覚えた方が効率がいいかなと思います。4つ目、音楽活用法なんですよ。まあ、皆さんね、歌、例えばね、流行りの曲ね、まあなんちゃらのせいだよみたいなね、香水のせいだよみたいなね、まあ、そういうね、最近流行ってる曲があると思うんですけど、もう音楽って聴いてるだけで覚えるじゃないですか。別に歌詞とかを皆さん香水のせいだよって書いたことあります？絶対ないですよね。自分で好きだから聴いて、好きだから歌ってるうちに勝手に歌詞を覚えてしまう、そういうもんだと思うんですよ。で、勉強も実は似ていて、音楽に合わせてしまったらどんなに複雑なものでも意外とすぐ覚えられちゃう。で、僕が当時使っていたものがですね、中国の古代王朝なんですが、いろいろあるじゃないですか、まあ、陰とか衆とかなんか漢とかね、民とかそういうものあるんですが、それを全部歌にしてこういう風に歌ってました。聞いてください。陰州春秋戦国史、全漢詩、五漢、九色五神、五個十六国追悼、五大。で、実はちょっと足りないので、草原民心って足すんですけど、まあ、足すとこまでひっくるめて僕が作った一つの歌。受験が終わっても口ずさめる。で、口ずさんだら思い出す。歌がなかったら僕も順番ちょっとわからないんですけど、でも歌は歌えるから順番がわかる。こんな感じで、リズムに乗せて、歌にして覚えたら、すごく頭に入りやすいし、忘れにくいし、緊張していても思い出せるので、すごいいい方法です。YouTube で世界史、何々歌とかね、日本史〇〇歌とか、地理〇〇歌とかって歴史系で多いんですけど、そういう風に調べてもらったらたくさん出るかと思います。5つ目、物語法です。さっき2つ目に紹介した関連法とも少し似てるんですけれども、全く関係のないもので、自分で物語を作って覚える、頭の中で自分の物語を作って覚える手助けにするものなんですが、日本史の天皇の中で一番最初の3人に神武天皇、水勢天皇、安寧天皇っていらっしゃったじゃないですか。この3人の名前を例えば覚える時に、神武、水勢、安寧ってただただ覚えるのって難しいし、やっぱたくさんこれから出てくるのでこんがらがっちゃうこともあるじゃないですか。だから最初にストーリーを作るんですよ。まあ、僕が作ったねストーリーなんですが、この3人を覚えるために天皇の方々を思い浮かべて聞いてくださいね。私は事務職です。毎日仕事が大変だ。今日も、4時間残業した。終電もギリギリだ。そんな時に空を見上げたら彗星がキラー流れてる。そして人類を平和であれとね、安寧を願う。このストーリーどうですか？事務職で神武天皇、彗星で水勢天皇で、安寧を祈るで安寧天皇っていう感じで、3人の皇帝の名前を覚えることができます。こんな感じで自分の中で、ね、もうどんな恥ずかしいものでもいいんですよ。正直自分の中でストーリー
リーを作ることで一気に覚えやすくなりますね。最後の6つ目なんですが、これが場所法っていうんですよ。これめっちゃちょっと、ね、ハイレベルなんですけれども、クイズ王とかがよく使ってるっていう噂ですね。場所法っていうものは、自分の覚えたいものを自分の家の中に置いていくイメージで覚えるものなんですよ。例えば世界史の中でカーストってものがあるんですけれども、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラってものがあるんですが、まあ、それぞれ覚えるときに、じゃあ家の玄関の前にバラモンを置こう、自分の机の上にクシャトリア置こう、じゃあベッドの上に、バイシャ置こう、でお風呂場にシュードラ置こうみたいな感じで、自分の頭の中に覚えたいものを置いていくんですよ。部屋の中イメージして、でその自分の部屋をイメージしながら玄関入って、あ、バラモン、自分の机に入ってクシャトリア、ベッドを見てバイシャ、ね、お風呂に入ってシュードラみたいな感じで、自分の頭の中にスペースを作って、その中に具体的に物を置いていって、場所と名前をリンクさせて覚えていく方法、こうすることによって自分の家の中でぐる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 歩きながら覚えることもできますし、思い出すときに自分の家の中をイメージして、ここに何置いたな、ここに何置いたなって形で思い出すことができるので、これもいい覚え方です。はい、以上紹介してまいりました暗記6法ということでね、まあ、たくさんね、例えば語呂合わせとか関連法とかね、皆さん使ってるものもあったかと思うんですけれども、まあ、使ってないものもねたくさんあったんじゃないでしょうか。暗記ってねすっごいたくさんあるし、やっぱ受験って覚えること超いっぱいあって、それをしっかり覚えるためにはいろんな方法を試すことが大事です。今回紹介した内容の中で使っていない方法があれば、ぜひ自分の中で試してみてください。最後に今日の内容をおさらいしよう。効率的な暗記法は全部で6つ。1つ目は頭字法、覚える情報の頭文字を並べて記憶する方法だね。2つ目は関連法だ。関連付けしやすい情報を挟んで早期の手がかりにしよう。3つ目は語呂合わせ法、他の音や意味に置き換えて想起しやすい語呂にして覚える方法だ。4つ目は音楽活用法、童謡などのメロディーに乗せて覚えよう。5つ目は物語法だ、物語を作ってその中に覚えたい言葉を登場させる。6つ目は場所法、場所と覚えたい情報をセットにして覚える方法だよ。闇雲に覚えようとして全然覚えられないものも、少しの工夫をするだけで覚えられるはず。ぜひ参考にしてくれ。それじゃあ今日の授業は以上だ。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから、勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。